こんにちは、武蔵野学院大学学長の高橋です。私はこんな経歴でいろいろなお話をさせていただいております。ぜひ皆様に聞き流しでもお楽しみいただければ幸いです。それでは開始。ただいま今これ好評発売中、長篠物勝頼外交戦略の失敗。どん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 、南吉賞も長篠の戦いなんていうのは、はい、随分前に終わったんじゃないのっていう意見もあると思うんですが、はい、おそらくどうする家康の中で瀬名と信康と大きい問題があるんで、その間の武田に関しては徳川最大の敵にもかかわらずあんまり取り上げられないと思うんですね。多分もう後半のところしか出ないと思うので、その間長篠の戦いで教科書なんか読むと武田があたかももう衰弱して一気にやられたかのように書かれてるんですよ、はい、授業なんかやってみるとね、高校で。だけど全然そんなことはないんです。じゃあなんで数年後に武田が一気に滅びるのっていうところもポイントとしてありますよね、はい、ですからここではその失敗した要因を根本的には2は続くんですけれども、分けながらワンポイントとしてお話していきたいと思います。まず長篠物勝頼の外交戦略の失敗ということで今回お話をさせていただきます。では行きたいと思います。長篠の前の勝頼っていうのは信玄が亡くなったにもかかわらず普通はちょっとじっとしそうですよね。そうですね、結構積極的でしたよね実際は。そういう動画もありました。しかも最初は信長なんか舐めてたと、はい、ところが明智城の戦いのような部分で後詰めに行って結局帰るんですけれども、信長は直接戦わないんですけれども、まあとはいえ勝頼の手際の良さや少ない軍勢でうまく持っていく頭の良さに舌を巻いてこいついけると、まあだから狙われるとも言えるんですけれども、まあそういうふうに思ったわけです。で長篠は考えに考え抜いた上で結局勝頼が攻めてきてくれなきゃまあ物別れでいいやぐらいのことでやったら本当に攻めてきてくれたんで思惑がはまって勝頼は重臣たちを失ったという形の流れでしたね、はい、まあ重臣たちを失ったことはかなり痛くて、だって軍を再編成しなきゃいけないじゃないですか、重臣たちがいないということは将軍がいないってことですから、はい、現場の指導者がいないんですからね。だから非常に大変だったとは思いますけれども、それによる自国内の動揺もあったと思いますし、あのすごい人があんなにたくさん死んじゃってっていう負い目も勝頼側にもあったと思います、うん、とはいえ武田のような歴史ある実力のある、まあ要するに戦国大名がしかも守護大名でそんなに急に弱体化するっていうのは考えにくいんです。まあとはいえ武田勝頼が負けた後信長は一気にいい流れに乗るんですよ。越前が一向一揆、加賀の一向一揆系で越前も完全に牛耳られていたところ、つまり朝倉の後ですね、はい、ここも平定しますし、ずっと長い間対立していた石山本願寺とも一回和睦します、うん、ですから反信長勢力、いわゆる第三次包囲網的なものがこの時点であったものが解かれたイメージなんですよ。非常に信長波に乗ったタイミングです、うん、当然ながら義明は追い出しているので朝廷と付き合いますよね、はい、朝廷に対する欲は言うほどない人だとも言われているので、向こうの方からどうですかって言ってきません？うん、お願いしますっていう人よりいやあまり興味ないんですって言ったらどうですかどうですかって言ってきません、はい、そういうところが信長はあって、結局源頼朝と同等の右近衛大将と権大納言の官位にこの頃就任します、うん、でそれによって征夷大将軍はまだ義明がいますからなれませんけれども、それ同等というかそれ以上の力を持つので、もう事実上天下人はつまり武家のトップは信長だというように朝廷内でもなるわけです、うん、ですからよく上様って呼んでますよね、はい、あれは結局こういう天下人としての呼び方なんです。ですからそういうような地位を朝廷から認められつつ、その領国自分の領土を嫡男の信忠に譲って岐阜城ごと、はい、で自分は安土城有名な、うん、それを作り始めるという流れになるわけです。かなり波乗ってますよね。そうですね。ですから勝頼が落ちたっていうよりは信長が伸びたっていうところも非常に大きいわけです、うん、家康はその一方では、長篠の後三河をとにかく固めまして、はい、長篠三河の奥ですから遠江の
失われた場所をどん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 構成していきます、うん、ところが賢いのでそのちょい攻めして無理だったら引いて行けそうだったら行ってとかそういうようにうまいやり方を取っているわけですね、はい、ですから勝頼が下位から出てくるよりその浜松から家康が行った方が距離も近い作戦も取りやすいし動向も見やすいし、うん、ですから非常に無理をしない賢いやり方をしていくことによって後でもお話しする要衝である高天神城を孤立させるぐらいまでどん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 追い詰めていきます。そんな中勝頼はじゃあどう思ったのと、なんだよ戦ったらあんな重臣が負けちゃってって言われるのも悔しいし、うん、信長はどん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 力をやるからすごい信長の圧を感じるし、そこで勝頼が選んだのはどちらかというと外交の強化でした、うん、時系列的にはいろいろあるものの北条、上杉、佐竹、日立ですね、里見、坊主半島ですね、こういうようなその勢力とどん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 仲良くなっていきます、うん、もちろんどの時点で同盟なのっていうのはそれぞれ違うんですけれども声をかけ始めは結構早くなきゃ無理ですよね、はい、ですから長篠もどん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 そういう戦略を取っていくわけです。でまた御多分に漏れずその裏には友の浦に逃げて毛利に守られながらいろいろお手紙で外交していく足利義昭の影があった、うん、で前の動画でもやりましたが義昭はとにかく信長に対抗できる勢力、天下に号令をかけたい勢力、俺を使って上に行きたかねえかいみたいなのはとにかく大好物なので、うん、義昭のそういう動きにも勝頼は賢く乗っていたとも言えるわけです。ですからいろんな意味でですね勝頼が外交戦略を選んだこと自体は全然悪くもなんともないわけですね、はい、で戦わなかったのっていうとそれは徳川とも何とも戦ってるんですけれども、どっちかっていうと戦ってどん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 攻めていくよりは、まあ、外交で固めて味方を増やそうというような戦略に長篠後傾いていきます、うん、ですからそれはそれで何度も言うようにここでは間違いがなかったんですが大きな失敗をしてしまいます。じゃあその失敗とは何ですかってことなんですが、これがいわゆるおたての乱というやつなんですね、うん、御館と書いて見立てではなくてこれはおたてと読みます。おたての乱というのが起きます。じゃあおたての乱って何ですかっていうと、1578年の3月にその越後の上杉謙信が突然亡くなっちゃうんです、はい、ですから今で言うと脳一血みたいな感じ、もう突然倒れてあっという間に死んじゃった。しかも上杉謙信は子供がいないから後継者を示していない。うん、候補者は2名、1名は甥の景勝、もう一人は北条から来ている景虎で、当時上杉は北条とは対立してるんですよ、うん、ですけど景虎が優秀と見るや、謙信の昔の名前を付けさせて、はい、そして両方ともいい線で使うんですね、うん、で2人とも形上は上杉謙信の養子だったわけです。それは上杉謙信がいきなり亡くなりゃこれ2人揉めんの当たり前ですよね。そうですね。で後継者は指名してない、はい、しかも一説では上杉は結局関東関連をもらってるわけですよね、うん、名前上のつまり鎌倉幕府の偉い肩書きの継承者にもなっている、はい、越後を持ってるだけじゃなくて、それを両方で分けて使わせようとしたと、うん、特に北条系だからね、その景虎を慣例にして、で越後の国の領国は景勝にと思ってたんじゃないかと言われてるんですが、まあ伝えてちゃんとやんなかったらそれは揉めますわね。そうです。早速跡目争いが起きます、はい、で完全に景勝が有利です。だって景勝は一族で北条から来てるのが景虎だもん、はい、そりゃ家臣の受けっていうものもいかに両方優秀でも違いますよね。うん、でそんな中勝頼は当時上杉とも北条とも良好な関係なんですよ、はい、勝頼は早速北条氏から景虎をよろしくねって言われてるわけです、うん、いいも悪いも言わなかったんでしょうけど分かりましたぐらいは言っちゃってるわけですよ。一方では自分で軍勢持って越後まで行っちゃうんです、うん、でいくつもそこの道すがらでお城を落としたりなんかして、結局一方では景勝と取引しちゃうんですよ。ほう。で景勝はじゃあ領地もあげるよとかいろいろな金とかももらったとされてるんで、うん、景勝から結構いい条件もらっちゃった、はい、って言ったら今度景勝の味方ですよね。そうですね。でも北条とは仲良しだから
影虎をよろしくねって言われてるわけですね、うん、北条と上杉は当時仲が良くないから勝頼が中入って影虎をよろしくって言ってるわけですよ、はい、両方ともにいい顔しちゃったみたいになっちゃったわけですよ、うん、で乗り込んだ上で両者を引き合わせてちゃんと和睦させるんです。おそこまでまともですよね、はい、ところが家康が遠江で攻め込んだこともありその和睦させた後そこの越後を離れちゃうんですよ。うーん誰がどう考えてもその後割れますよね。そうっすね。しかも影勝が有利なところで、はい、しかも影勝とは取引しちゃっててでそういう風にしちゃって離れちゃうんで当然ながら和睦が一気に崩壊してその影虎はやられちゃって影勝が勝利するんです、うんうん、そりゃ北条氏激おこですよ。そうっす。お前何しに行ったんだと、はい、いうことになっちゃったわけですよ。つまり勝頼が余分なことをするからこんなことになるんだぐらいに北条が激おこになっちゃって結局武田と手を切っただけではなくて武田が嫌がる徳川と思い切し同盟しちゃうんですよ。だからもうこれどう考えてもこんなことすんなよみたいなことをなぜか勝頼はやっちゃったんですね。でもこれそんな軍勢持ってったといえば基本外交のミスですよね。ちゃんと状況が分かってたり影勝と影虎の関係性やじゃあこういう風に和睦しただけじゃなくてこういうようにしましょうよとかいろんなもうちょっと仕切りを入れてたり、まあ、仕切りにくかったのかもしれないけどそういう空気作りにも協力してれば影勝だって一気に行ってやられるとは思えないわけですよ。もうちょっと小康状態が続けばなんとかなったと思うんですけど離れた途端にもう完全に和睦が一気に崩壊と。これは勝頼も顔を吊るされたと思ったかもしれませんが勝頼が余分なことするからこうなるんだっていう風に北条ならずとも思いますよね、はい、なんで結局どんどん立場を悪くしちゃうわけですよ。結局北条も武田の領域にその攻め込んでくるし徳川も攻め込んでくるし結局じゃあ上杉とは同盟を強化するんですよ、うん、影勝ですね、はい、だって約束してんだもんいろいろ。だけどどうですかそんなに大きく割れて家臣も二分された後にちょっと上杉が行くぞってなります。ならないガタつきますよね、はい、頼りになるわけないですよね勝頼からしたら。だから結局は変なとこに口を挟んだ挙句中途半端なことをしちゃったら立場がめちゃめちゃ悪くなっちゃったんですよ、うん、ですから研究者の間でもこのおたての乱にその勝頼が変築林なことしなければ武田はもっと持ったろうっていう人はめちゃめちゃ多いです、うん、まあ少なくとも誰でもちょっと記録を見ればわかるだろうみたいなすんなそんなことってなんかあったんでしょうけど、はい、ね、これ写真上杉謙信ですけどそういうことを大失敗しちゃいます。ですから隣国である北条とも徳川とも抗争状態になることで武田っていうものが後手に回っていくわけですね、うん、一進一退でずっとやってるんですがその間にいろいろ固めようとかいうふうに思ってですね。で甲斐の甲府のメインのところっていうのは信玄のお父さんの信虎の頃に確立されたんですよ、うん、その前は伊佐温泉の方だったんです。そこから甲斐で新たに、まあ、甲府で新たにやろうよってことになったんですが手狭だったんでもうちょっと動きやすいってことでそんなに遠くないですけど武田氏発祥の地である韮崎に新しく新府城ってものを建てます、うん、でここに本拠は反対もされつつも移します。なんだよみたいな感じなんですがその間にこの次の動画でもあります遠江の要衝で難攻不落とされた高天神城を家康に攻められるんですね、うん、でその時にまたミスっちゃうんですよ。でここから次の動画にしますけれどもこの背景にもなんでミスったのっていうと外交へのこだわりがあったんですね、はい、ですから勝頼としては多分気合の入った人だけど俺は賢くもあるぜっていう自分もいたんで重臣たちの考えもあるけれども自分の独自の外交戦略で味方を固めていけば信長とのその対抗にもなんとかなるだろうというふうに思ってたところもあるんですが結局のところこういう2つの失敗が重なりまして1582年満を持した織田信長の侵攻に武田方は総崩れとなって離反も相次ぎ名門武田氏は滅ぶと、うん、いうことになるわけです。新田三郎義満から
続くですね、非常な戦国時代有数の名門だっただけにですね、勝頼はダメダメというよりは戦いではなくて外交戦略の失敗で衰退していったってところがちょっとしょっぱめなわけですよね。だから長篠での夏の負けが焦りを生んだ、外交戦略を選んだのは悪くなかったけど失敗しちゃった、で急速に追い込まれていくというのが武田が滅亡した私としては最大の要因なんじゃないかというふうに思っています。いかがですか南吉師匠。いやなんか北条氏についたら絶対勝てると思うんですけど、まあね、だからなかったんです、ね、北条氏とうまく、ね、例えば影虎がダメだったら、うん、上杉の後釜でね、はい、結局北条が怒り出すのは火を見るより明らかなのに、うん、どっちつかずなことをしちゃって、しかも介入までしてと、はい、いうことについては逆に言えばかなりダメダメですよね、うん、ですからダメダメだといえばダメダメですよこれ。だからまあ1回の失敗でこんなにねその大きな失点をその喫してしまうっていうのも、まあ、勝頼も意表をつかれてるかもしれませんが、はい、それにしても記録上は非常にシビアにこの勝頼の失敗が浮き彫りになっているということも皆様知っておいていただければと思います。今回の動画は以上です。続きも勝頼のこの後のお話をさせていただきたいと思います。また次の動画でよろしくお願いします。それではまた。